さんの担当です。はい、古田さん、ごめんなさい、古田さん、タスカーさん、タスカーさん、英語言うてよ、はい、はい、キャッチャーの立場としてね、はい、劇的なホームランを打たれた時こう辛いと思うんですけどもね、はい、まあ古田の場合打ちましたからね、今日はね、本当ヤクルトベンチね、えらい明るい、優勝でもしたような明るさだったですよ。全然かみ合いませんでした、すいませんでした。何ですか、何ですかそれ、はい、さあ、お父さん機嫌げえよ。野村監督はまあ喜びを噛み殺していたかもしれません。さて、岡林の立ち上がり、いきなりモスビーに、あー、センター前ヒット。この人がヒット打つと楽しいですね。なんかこうリズム感がありますよね、はい、で河合はこうバントは一切なくヒッティング。そうですね、何もしない割にはね、初球から甘いボール来たからね、河合の場合ね、サインが出てない時はね、もう思い切ってね、初球からね、ダマ集中してほしいですね。こうダブルプレーでした、はい、さあ、ジャイアンツはピッチャーの苦しいところ、ご覧の木田が先発です。立ち上がり、上に 2-3 からフォアボール。そうですね、ちょっと高いですね。そして新井を2エンドアンと追い込んで、はい、4球目デッドボール頭です。そうですね、新井のヘルメット大きくてよかったですね。あれ、これが球審から危険球という宣告を受けました。二塁一塁ノーアウト。そして3番の古田が初球バントです。これはね、ノーサインでやったんですよね。野村さんね、自由にやれというサインだったんですけどね、この表情がなんかね、はい、ノーサインだったんだなというのを感じさせます、はい、そしてこの送りバントの後、広沢が詰まったように見えましたが、伸びていきます。伸びていってスタンドまで届きます、スリーラン。今ね、トップの位置がしっかりしてるもんだからね、はい、どんな打ち方でもね、いい打球が出ますよね。3対0です。しかしスワローズまだ止まりません。フォアボールヒットで二塁一塁、7番のハードラーがワンツーから行きます。そう、試合前ね、僕ミミズ男だから何するかわからないよって言ってましたね。あ、そうですか。英語で言ってたからね、訳すの大変ですが、ミミズが出たからね、多分そうだと思いますけどね。そうですか、大変でした。何しろ6点がスワローズ入りました。1回の裏、さあ、岡林2回にもダブルプレーでピンチを切り抜けたんですが、3回7番の熊田です。岡林もね、今日は悪かったですよ、僕ね、何回か見ましたが、今日一番出来が悪かったですね。村田に運ばれます。熊田が生還、ジャイアンツ6対1とします。まだまだノーアウト。そして北に代わるピンチヒッターの福王です。いい当たりでライト前。そうですね、この回の出来から見ますとね、小林ね、本当6点ぐらい取れるような様子でしたけどね、この福王の走塁ミスは痛いですね。セカンドタッチアウト、小林助かりました、はい、3回でも完全ノックアウトされる感じでしたけどね、はい、4回にスワローズが1点追加。そして5回ですが、またハドラーが打ちます。3番手の小島からです。まあ試合前から言ってますけどね、ミミズ男を乗ると怖いよと言ってましたね。よくわかりましたね、今ね。今日ね、通訳ついて話してましたのでね、はい、で、僕何するかわからないよ言ってました。この後二塁一塁で新井の当たりは跳ね上がります。そうです、これね、新井ね、本来なら頭当たったからね、どっかの病院へ行ってレントゲンでも取りたいところなんですよね、最後まで出てよかったです ね、ああいうイレギュラーヒットが出るんですから、はい、この後古田がフォアボールでランナー溜まります。4番の広沢にまた打順がいいところで回ってきて持っていきます。まあトップがいいから自由自在ですよね、バッティングは。広沢今日7打点です。結局14対3のバレーボール並み得点でゲームセット。ジャイアンツは駒田第1号が出たのがかすかな慰めです。スワローズリーグ20勝1番乗り、乗っていきそうです。まあ今日ね、木田投手が先発したわけなんですけどね、堀内ピッチングコーチがね、話にならんというコメント一言だったんですよね。そういうことでね、堀内コーチが話にならんということで、僕がまあ話しますとね、木田はですね、ブルペンとか練習ではね、すごくいいらしいんですよね。だからそれが試合に全然生かされてないんですよね。ということでね、ブルペンと同じようにね、おそらくブルペンではね、ちぎっては投げ、投げてはちぎるいう感じでね、どん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 投げるわけですよ。今ちょっとリズムが遅いですよね。北の場合もう何も考えさずにね、もうプレートの上に足を乗せたらね、もうキャッチャーのサインなんかもう1個でいいですよ、ポンとすぐ投げる。もうどうせフォークとまっすぐしかないんですから、あとはね、ちょろっと曲がるカーブしかないんですから、そういうことでね、今度ね、もうリズムをどん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 速くしてね、もう相手がバッターボックス立つやいないやもう投げるいう感じでね、行ったらおそらくね、僕はいいと思います。こういうピッチャー何人かいます。ブルペンでいい、試合でダメというね、だからそれを一回やってみてほしいですね。はい、はい、
はい、まあ、長嶋監督も辰川さん、木田選手については本当のコントロールがないんだなと試合後にそういう表現を、ね、したらしいんですけれども、あのね、本当のコントロールある人はいませんよ、ほとんど。そうですか、はい、だからね、それだけそれぞれに武器というものがあるんですよね、コントロールを武器にする人、スピードを武器にする人、はい、どっちかというと木田はスピードを武器にする人間なわけなんですよね。そういうことでその武器を、ね、いかに生かすかということはね、とにかく相手のタイミングを取らさないように、とにかくど真ん中でいいですからね、ど真ん中は入ると思います、はい、ど真ん中入らないピッチャーは2軍の方へ行ってやる、でそれダメな人はやめていくということですからね、はい、ヤクルトの方なんですけれども、はい、実に生き生きとなんか風追い風に乗って試合をしてましたね、はい、もうね、これ本当ね、はい、勢いがあります。ありますね、はい、ツバメが北に帰るまでは勢いがあると思います、はい、そうですか、はい、なんか怖い打線が戻ってきた、そういう実感が、そうですね、他の、ね、5チームね、はい、とにかくね、古田とね、はい、広沢を潰してください。やっぱりあの2人ですか、はい、潰してほしい方法がありましたら、はい、僕のところへ来ましたら教えますもう本当にとにかくね、広沢がね、あれだけトップの位置がしっかりしてね、打たれたらね、やっぱり打ちます力がありますから。でもちょっと痛めてるんですよね、手の方ね、広沢選手、うん、あれそうです、カムフラージュですよ。そうですか、まあ、最初痛げにしてましたけどね、あれだけ触れたら痛くないです。そうです、僕らの経験からいきますと、はい、痛い痛いと言いながらこちらいらっしゃいよ、はい、カーンと打つという感じで。なるほど、はい、でも今日は本当にヤクルトファンにとってはね、うん、楽しい試合でしたけれども、はい、ジャイアンツファンにとっては歯ぎしりをしてしまうような。そうですね、僕ね、中継今日あってね、村田さんにむちゃくちゃ言ったんですけど ね、結構厳しいことおっしゃってましたね。そうです、結局ね、あれだけの観衆がいたらね、聞こえないわけなんですよね、そういうことで村田はね、いいキャッチャーだし僕大好きなんですよね、はい、だからもっとね、聞こえないなら聞こえないで手でね、ナイスボールとかね、いいぞとか、広くとか低くとかね、はい、でキャッチボールでもこう同じように返す、腹が立てばね、キャッチャー、ピッチャーがストライクにならなかったら思いっきり返してあげればいいんですよ、気合入れと。そうそう、なんか感じますよね、やっぱり、ね、そうそう、いろいろそうやってね、リズムを作ったりしてね、乗っていってほしいですよね。キャッチャーっていうのは難しい、ね、今日2安打、2安打と盗塁1個刺しました。そうでした、うん、いいとこもありましたよ。そうでしたね、はい、はい、ありがとうございました。コマーシャルの後は1点差のスリリングなゲーム2試合続けてご覧いただきます。